大丈夫です。ことぐらいかけてほしいなと思って。みんなやる気あると思って。大丈夫大丈夫。ちょっと一回見ます。一回見ます。ワシムさんって、はい、熱いこと言ったりする人あったんすか？あ、でもポロッとお前らのこと認めてるじゃないけど、はい、そういうことを話したりすることもあったし。まあなんか前評判的に相手の方が強いってなってても、はい、お前らも十分やれるよみたいな雰囲気を出すときは、まあ、リスペクトするけどリスペクトしすぎんなみたいな、そういう言い方とかで言うのが多かったね。勉強になりました。楽しみです。はい、お願いします。お願いします。あの羽生さんの時にもオシムさんの時って動き方っていうか選手個人の動き方とか指示とかってどうだったんですか？オシムさんあんまシステムとかあんま気にしてはないです、はいはいはい、でうちで言うとでもジフの時とかはとにかく 3-5-2 っていう感じで、はい、まあワイドはワイド取れてみたいな、はいはい、であとは2トップと僕で相手の嫌なところに走り続けるこの3人のそれこそまず裏とかっていうのはそうだし、はい、それがないチームは怖くないみたいな感じで、まあ、両ウィングと2トップと僕の5人、はいはい、で、まあ、相手の4枚のあ、まあ、を多分突破するっていう話なんだろうなって思ってきました。ミシャとかもそうですけど、はい、そうです、相手の4バックにできたその一瞬5枚に作って、はい、その5枚のうち1人にボールが入った時に、はい、結局 2-1 作ったりってする局面とか、うんうん、あと誰かがこう強く動いた時に例えばセンターバックとサイドバックとかが釣られちゃうんで、はい、大外が空くとか、はい、多分そういう話なんだと思うんですよ。で僕もそれは年取ってからそういうことかって逆に思ってて、はいはいはい、オシムさんに言う時とかもとにかく相手を混乱さす頭でっていうかは動き続けて相手の動きを他の人が見てとか、はい、使ってとか空いたスペースに入っていくとか、うん、そのタイミングへの入り方とかそういう方がすごく言われたような、うん、もっと相手にとって嫌なとこ動いてみろって、うん、そしたらこれにつられてその本気さで違うやつが開くんだみたいなのが、うん、もっと怖いタイミング考えろとか、はい、ボール来たらチャンスになるタイミング強さ速さで動けって、うん、それがなんとなくこうっていうんじゃなくて強くとかジャストのタイミングとか、うん、相手にとって一番嫌なタイミングで走って、うん、それを使うか使わないかはそこのボール持ってるやつがボスだから、はい、ただ俺はこの周りの動きを見てるよっていう、うん、これを評価してるよっていう感じがすごいありましたね、はいはい、レオ君がやりたいこととかも、はい、そういうことなんだろうなっていうのを見て、うん、それを自分の中で噛み砕くとそういうことなんだ、はい、ありがとうございます。やっぱりあのどの業界でも、はい、本質捉えてる人って古くならないじゃないですか、うんうん、その本質の中でその流行りとかで変わるだけで、そうだね、なんで多分オシムさんの時代にはハーフスペースとかそういう言葉がなかっただけで、うん、やってることは一緒なんですよ、はいはい、危険なところに人がいることによって本気さが相手を釣るからっていう、うん、おとりの動きはそれは百戦錬磨のディフェンスは気づきますから、うんうんうん、おとりだと思わせない動きによって次釣るっていうので、うんまあ、うちの場合はその3トップ、まあ、フリーマンって言ってるんですけど3人のフリーマンが動くからそれによってセンターバック2枚と2対3の関係になるし両ウィングがいると5対4の関係になるしみたいな。なるほどね。なんですごい嬉しかったですね。現役時代というか、はい、例えばオシムさんとかって、はい、ハーフタイムってどんな気になる感じだったんですか？はい、ハーフタイムは前半が悪かったりすると、はい、その辺にあるものを蹴っ飛ばすっていうのが始めて、え、あ意外とそういうタイプなんですか？テンション悪いですか？あ、足癖悪いなってみんなで たまに言ってて、はいはい、で、まあそんぐらい悔しい前半だみたいになるんですけど、はい、一回感情的になったりする面もあるんですけど、はい、もう後半こうするぞみたいなのが、じゃあそれちょっと取り入れていきたいなと思って。急にやったら余計ヤバいやつになっちゃうから。オシムさんがやってたんだね。知らねえよってなるでしょ。あ、そうなんですね、はい、逆にあの勝ってる時とかいい試合の時ってのはどんな感じだったんですか？どうすかね、うん、まあでも本当さっきの足癖の話はたまにしか出なくて、はいはいはい、落ち着いてますよ。でまあ怒ることもありますけど割と冷静っすよ、うん、だからあんまおかしい時とかがないっすね。あ、そうなんですね、はい、レオさんの分析大会編でございました、はい、ありがとうございました。例えばまだそこにあなたがいたら変わってたのに、ね、例えばあの日のように星を